こんばんは。6時のニュースをお伝えします。熊谷市で20日、義理の母と携帯で調べ物をしていた女性があることが原因で気まずい空気が流れました。この日、女性は義理の母と義理の母の息子である自分の旦那が吸っているタバコについて話をしていたとのこと。義理の母は息子にタバコをやめてほしいことから、女性にニコチンの体への影響をスマートフォンで調べてほしいと言われました。ここで女性はSiriを使い、ニコチンの影響と話しかけるも、Siriから、ポコチンの成長に関する情報はこちらですと返ってきました。焦った女性はその後何度もニコチンと言い直しても、ポコチンと返ってくる始末。Siriでの検索は無理だと判断した女性はフリック入力で検索したそうですが、その後気まずい空気が流れたのは言うまでもありません。続いてのニュースです。アメリカのイリノイ州で10日、父親が娘に思いもよらぬ行動で説教をしました。父親は以前から娘のショートパンツが短すぎると指摘していた模様。しかし娘はこれに耳を傾けずにいたとのこと。ここで父親が思い切った行動に出ます。自分の持っているジーンズを娘のショートパンツと同じ長さに切り、その姿で娘の部屋に入り、お尻の見えるショートパンツを捨てないとこの姿で学校に迎えに行くと説教したのです。これには家族全員大笑い大笑い。体を張った父親の説教に娘も観念したのか、この日からショートパンツを履くことはなくなったそうです。以上。